おはようジョゼル、コンニャウトリノ、コンバーナード、局長補佐の卑弥呼よ。ヘッドホン、1年経たずにボロボロに、友人クローン28号こと局長です。雑に扱いすぎなんだろ。丁寧に扱ってるんですけどね。今回も始まりました、不確定世界で SSTO を作る動画。シャープ02。それじゃあ早速機体の制作を始めようか。ちょっと待て。プレイバック？どうかしはりましたか？どうかしはりましたか、じゃないでしょうが。機体の製作って前回製作した機体はどうしたんですか？何のことですか？ダサくもなければ格好良くもない異様でどっちつかずな形状の SSTO のことですよ。記憶にございません。てかひどくない？その言い方。記憶にあるじゃねえか。話せば長くなるんだけど。3行で説明してください。今回始めるにあたって。今日長くするな。局長が使って良いテロップスペースはこの範囲ですからね。狭すぎじゃないですか？それじゃあ説明どうぞ。あ、テキストサイズを極小にするのはなしですからね。読まれとる。飛べなくなりました。はい。飛べなくなったって、前回理不尽な断りの中でも周回軌道までは行けてましたよね。なんでそれが飛べなくなったんですか？不思議ですね。前回から今回の間で唯一手を加えたことといえば、最新パッチを当てたことくらいなんだよね。最後のパッチとか言われちゃってるやつですね。まあ、そんなわけで本格的に始める前に確認しておこうかって、試しに打ち上げしてみたら、宇宙に行くどころかまともに飛行できない機体になっちゃってました。症状的にはピッチを操作しているのになぜか溶やロールが発生してたり、やっと離陸できたと思ったらなぜか 360m/s で加速できなくなっちゃったり、なんとか2万メートルまで上がってこれたと思ってモード切り替えをしたらバランス崩したりで1回も周回投入できませんでした。考えうる要因は何かあるんですか？あるとすれば滑走路の断りの影響だね。離陸滑走中に異次元の扉をまたぐことによってギア周りに何かしらの異常が発生してしまい、それが変な力が発生する原因になってしまっている、ってな感じかな。でも、パッチが公開されてそれを当てたからってのもあるんじゃないんですか？可能性としてはあるだろうね。でも、今回起きた事象は前回も起きてたから、一概にパッチが原因とは言えないね。以前の世界と比較して感じたのは異常が起きた時の挙動が前よりひどくなっているって感じかな。ダメじゃん。直そうと思っていろいろいじくったけど結局改善することはなかったから、この機体はもうダメだね。それでまた機体を作り直すってことですね。一応パッチが原因の可能性も踏まえて、今回からは新しいキャンペーンを制作してその世界で制作を進めていくよ。念には念を入れてってやつですね。それじゃあ新たな機体の制作を始めようか。それで、一から作り直すってことですけど、機体のコンセプトはどうするんですか？前回制作した機体と同じだよ。打ち上げて周回に乗って帰ってこれるってやつですか？前回、周回軌道への投入までは試すことができたけど、その先の再突入と着陸ができるかのテストがまだだからね。そこをこなせないとどうやったって帰ってこれませんからね。これ、機体の形状自体は前回のものと同じ感じですか？おおむね踏襲して作るつもりだよ。ただ、前回製作した機体にもダメな点はあったから、そこは修正した機体にするつもりだね。できる限り扱いやすくってことですね。前回同様機種部分にマーク3の液液式タンクを積んでますけど、こんな量必要なんですか？ペイロードの放出とかドッキングをするだけならこんなには必要ないね。別に理由があるってことです？バラスト代わりだね。前回も言ったと思うけど、現状この世界で用意されている主力パーツは揚力が微妙なんだよね。というか発生できる揚力に対して重すぎると感じるんよね。だから機種部に使わない液液式を積んで重心を前に持っていくって算段ですか？本当はこんな無駄なもの積まない方がいいんだけどね。旧型ではメタンタンクとかを使って機種部の形状を整えてましたけど、今回は小型の主力パーツも使うんですね。いくら重心より揚力中心が後ろって言ってもその感覚を離しすぎると機動性が悪化しちゃうから、その防止策のためにつけます。これは最終的に必要ないと判断した場合は外す予定のものだよ。最後に確認してからつけろよ。主義はごちゃごちゃしがちだから後付けは面倒いんですよ。機体の飽き性。関係ないところを攻めないでもろていいですか？形状が整ってきましたね。また青一色にしたんですか？ブラインド閉めてもらえないですかね？あら、垂直尾翼をやたら内側に寄せるんですね。追加するとき用のスペースです。しかもこんな小さくて大丈夫なんですか？旧型での懸念を再度検証するために小さくしました。懸念？旧型ではこのシリーズを始める前に試作した機体の知見を元にして飛行を安定させるために垂直尾翼を分厚くでっかくしたわけなんだけど、前回の最後の方でこれ本当に垂直尾翼の不足なのかって思ったんですわな。旧型で起きていた挙動が正しい挙動なのか異常が起きている上での挙動なのかを再度検証するってことですね。だ。そういえば、この機体一本も針金使ってないみたいですけど、それも検証するためにあえてつけてないんですか？そうだね。あくまでも KSP 基準での考えだけど、ストラットコネクターを2、30本使ってこのくらいのサイズの機体がポンポン壊れるってのがおかしいんだよね。滑走路に出しただけで大破しまくってましたからね。これで概ね機体製作は終わりましたね。だ。
この後は例のごとくペイロードを積まずに試しにテスト打ち上げを敢行。全開終了時の周回軌道投入までできることを確認したわ。問題なく続きができそうで何よりですね。ひとまずはね。今回作り直して分かったことは、ストラットコネクターがしっかり仕事をしているのかしていないのかはさておき、機体を VAB から滑走路に出す時のロードがかなり不安定だってことかな。さっき言ってた針金一本も使わない検証の結果はどうだったんですか？また出した瞬間に爆散祭りでした？試しに10回読み込んで2回しか大破しませんでした。前回よりかはだいぶマシになりましたね。あ、誤解がないように言っておくと、滑走中のギア大破は以前と同じように発生していますので足からず。そこは変わらずですか？コメントで教えていただいた謎の自動停止からスプリングレートとかをいじってもダメだったね。これがあると飛べるか検証をするだけでも時間が余計にかかっちゃいますよね。真面目にこれは直して。この飛行でどこがダメなのかをチェックして VAD で調整、そして再度テスト飛行を繰り返し、最後にドッキングで必要な装備を整えて。試作 SSCOV21.2 完成です。形がまた違う。え、どこがですか？震えてるのは気のせいですか？さっきまで製作してた機体でも周回軌道まで行けてたんですよね。なのになんでこんな形状が違う機体になっちゃったんですか？深くて浅い理由があります。ちゃんとした理由があるのかないのかどっちなんだよ。 V1 に関しては周回軌道への投入に成功したまでは良かったんだけどね。その後 VAB に戻ってきてより良い機体にすべくいろいろいじって試してたら、また飛べない機体になっちゃいました。またですか？で、その時の映像はどうしたんだ？私の鋭い感覚に端末がついてこれなかったんだろうね。録画ボタン押し忘れてたろ。正直言って、これにぶち当たった時に今回は棚上げしてこのシリーズも中止にしようと何度も思いました。やり直しばかりで嫌気がさしたってところですか？で、2、3日挟んで嫌気で作った機体が V21.12 ってことだね。嫌気で作るなよ。普通に飛んで回って降りてこれる機体ってコンセプトは同じなんだけど、今までの形状面は捨てて一番の問題点を解消できる機体として作り変えました。一番の問題点ってのは何なんですか？今までこの世界で機体を製作してテストしてきて思ったのが、パーツを移動したりしていじればいじるほどおかしくなることが多いってところだね。滑走路に出した時の大破はそれが原因じゃないかって考えですか？だ。この機体でパーツ移動を使ったのは2箇所だけ。マーク3タンクをほんの少し胴体側にずらしたのと、主翼先端部を少しめり込ませるためにほんの少し内側にずらしただけだよ。後部ギアの間隔が前より広がって安定感が出た影響もあるだろうけど、滑走路に出した瞬間の大破はほぼほぼなくなったよ。ストラットコネクターは引き続き使わずでですか？一本も使ってません。インテークの取り付け位置も変わってますね。そこは以前から把握していた問題点だね。インテークの取り付けのためにマーク2からマーク1へのバイカプラーを使っていたわけだけど、このバイカプラー、向きと高度によっては 900m/s でも加熱するようです。以前からこの現象は出てたけど、加速はできてたから放置してたんよね。加熱しているってことはそれだけ抵抗を受けているってことですからね。それで、この後はどうするんですか？またテスト飛行と修正をするんですか？そこはもう何をやってるのかは前回で流したから、一気にアジャパを打ち上げます。あ、キャンペーンデータを削除したからアジャパ標的機に号も作り直しました。リオのカーニバルにでも出すんですか？詳細をじっくり見たい人は停止してみてね。それじゃ V21.12、いざ宇宙へ。設置は今回も問題なくできましたね。ストラットコネクター氏のアイズコエ。そういえば 4K 化して初めての KSP2 ですけど、処理的にはどんな感じなんですか？当然だけど重くなってるね。この後を見てもらえればわかるとは思うけど、 V21.12 だけで91パーツ、アジャパ標的機に号だけで42パーツ、合わせて133パーツでも時折処理落ちして、カクってしちゃってるのがわかるよね。録画をしているってのもあるでしょうけど、確かに出てますね。1回で飛び立てて何よりですね。1回目だと思いますか？何回目なんですか？12回目です。ご苦労様です。そろそろクローズドサイクルに切り替えですね。バランスを崩したりしなければいいですが。今回は道中変な感覚もなかったから大丈夫だと思うよ。少しふらつきましたけど大丈夫そうですね。急に水力が増したからね。これは正常な動作だと思うよ。そういえば聞いてませんでしたけど、今回このアジャパ標的機2号は高度何キロメートルに投入するつもりなんですか？300キロメートルだね。あまり低すぎると遷移するためのタイミング合わせでぐる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 カービンを回ることになるし、機関までのことを考えたらおそらく行けるのはそこくらいまでだと思うんよね。大気圏内飛行のことも考えたらってことですね。その前に無事に降りられるかだけどね。炎天 300km までの加速は終わって次は周回マニューバですね。ここまでは順調だね。最初からつまずいているとも言う。軌道線出てませんけど。みたいですね。何度もやり直してここまでやっと来たのに、ここでまたやり直し要素が発生ですか？これならやり直さなくても大丈夫じゃない？続けるんですか？
確かに軌道線は消えてるけど、炎天の位置はわかるし、これなら周回に問題なく入れると思うよ。あ、そうですか。ここらくらいかな。炎天手前で姿勢を整えて噴射の準備ですね。マニューバノードも使えないみたいですけど、噴射時間の目安はどうします？んなもんもく幸せで十分です。ここできっちり投入したとしても、次の打ち上げが全く同じにできるわけではないからね。それに今回新調したアジャトには RCS と1液式が載せてあるから、多少の軌道修正はできるよ。今度はどうするんですか？どうしますかねー。さすがにこれはもうどうしようもないからやり直すしかないよね。文字も声もどんどん小さくなっていってるぞ。第一、打ち上げる前にしっかり確認してれば防げたことですよね。大データをマージしたらマージした方に緑さんが乗っちゃうなんて思わんでしょ？あ、そういえばこの V2 も操縦席代わりにキューポラ使ってますよね。あのキューポラ確かハッチがありましたから EVA で乗り換えればいけるんじゃないですか？ハッチが下側についてて乗れません。なんでその向きなんだよ。こういう向きですから。まあ、わかりきったことだけどどうやっても乗り移れなかったからやり直すしかないよね。そのまま残ってもらえ。プラズマブラックアウトって実装されてたっけ？ってことで打ち上げ直しました。今度は大丈夫そうですね。他に何か忘れてないですよね？忘れている事柄を的確に答えられたら忘れてないですよね？これでアレイを展開できれば投入完了だね。何か空白があったのは気のせいですか？何のことですか？ちゃんとアレイも展開できましたね。何を言ってるんですか？展開できるのが普通だと思いますが。普通じゃない世界なんだろ。ドッキングポートがちゃんと開くことの確認もしましたし、標的機の打ち上げは完了ですね。どうします？このまま標的機投入の目的であったこの世界でのドッキングの練習をやります？いや、今回は帰還できるかの確認を優先するよ。現在、帰還のための減速準備中よ。今回はどこら辺で減速する予定なんですか？この世界では SSTO での再突入は初めてだからね。だから KSP と同じ場所で減速をするつもりだよ。カービンを真上から見てセンターが18時、減速ポイントは14時くらいの位置ですね。試しにこれでやってみてダメだったら修正って感じだね。よそ見降下するなよ。おやつはいくらまでですか？失敗する先しか見えない。はーい、減速します。この世界では SSTO での再突入は初めてって言ってましたよね。自分がいかに気をつけていても自分にはどうにもできない要素で台無しになるのが事故ですから。気を抜きまくってるアホだよな。再突入を開始してすでに5万6000メートルくらいまで降下してきているわ。断熱圧縮が始まってますね。ここからが本番だね。異常が発生していなくてもバランスを崩すとしたらこの後くらいからですね。そうならないように主翼をこんなに下げましたから。随分変えたと思いましたけどそういう思惑があったんですね。もうテストするのが難動だったなんて言えない。声に出てるぞ。減速しすぎました。言わんこっちゃない。てか順調に何パターンも取ってるからだよ。ルーティンです。これまだデザートの手前ですよね。この位置でここまで速度が落ちちゃったならもうデザートに向かった方がいいんじゃないですか？ゆっぺ形式ですか？欲張って飛びすぎて後で後悔する方じゃねえよ。タッパー持ち込み厳禁。で、デザート飛行場に降りるんですか？いやです。なんでですか？なんとなく墜落しても知らんからな。
ここから再度加速するんですか。このまま降りちゃったらどうやってもセンターまで届かないからね。ついでに不要な酸化剤を使い切って機体を少しでも軽くしようって魂胆ですか。が。もう1000メーター毎秒切っちゃってますよ。高度も18500です。スロットル全開。メタン残量も少ないのに全開にして大丈夫なんですか。負けられない戦いがここにはある。減速しすぎてる時点でもう半分は負けてるよ。センター目前までなんとか飛んでこれたわ。でもメタン残量もごく少量、速度も800メーター毎秒を切っているわ。今回はアジャパも打ち上げできましたし、この機体で再突入とその後の飛行ができることがテストできましたね。なんで死ねようとしてるんですか。もう墜落するのも時間の問題だと思いまして。まだだ、まだ終わらんよ。気合だ、気合だ、気合だ。機体故障を解消するために生贄捧げたどっかの航空会社の真似事ですか。こらさ、テレビとかも叩けば治るとかいうのあるじゃん。何年前のテレビだよ。じゃあ、後ろから押して。ガラケーか。最後のメタンも切れちゃいましたね。あとは最小限の動きで速度を落とさないように飛ぶしかないね。届いてまだかろうじてピッチアップができる速度を保ててますね。でも高度はもう落とせないですし、これ以上の速度低下は失速しますよ。エレボンバタバタさせたら推進力発生しないかね。ここで落ちたいならどうぞ。あと少し、あと少し。85メーター毎秒、80メーター毎秒、75、ほぼ失速状態です。あかん、もう打ち上げられん。届いた。喜んでる場合じゃないですよ。ポンポン壊れる世界なんですから。ドスンなんて着陸したら一発アウトですからね。もう成り行き任せです。結構ドスンって言ったように見えましたけど、壊れなかったですね。速度が出てなかったのが功を奏したのかもね。あ、トラップシュート。機体に対してさすがに小さすぎるんじゃないですか。ここまで小さいとは思いませんでした。とにもかくにも、アジャパも投入できて無事着陸もできましたね。ギリギリすぎたね。次回は続きでドッキングの練習ですかね。もしやるなら異世界転生を回避できるように短距離離陸性能の向上もかな。もし？ここで当シリーズに関して一点お知らせです。KSP2 世界での SSTO を開発するために始めました不確定世界で SSTO を作る動画ですが、次回以降の公開は KSP2 の将来がはっきりするまで見合わせをさせていただきます。例の件ですね。ほとんどの情報が公式発表もない不確定情報なので、ここでは言及しませんが、何のこっちゃわからない方はヤホーで検索してください。そこはグーグルにしとけ。平ったく言うと、今後改善が見込めないこの不確定世界で SSTO を作る意味が果たしてあるのか、現状その判断が全くできない状態です。作ったはいいけど、この世界自体が終わっちゃったら意味がないですからね。ただ、公式からの明言がない上では確定ではないので、ここでは当シリーズを終了とはせずにあくまで中断という表現にさせてもらいます。今後 KSP2 には良い方向に進んでもらいたいですね。で、今回も言ってましたけど、ドッキングの練習はどうするんですか？状況が確定するか私の判断がついた時にでも公開しようかなーって思ってます。以上、当シリーズの今後に関するお知らせでした。いつもご視聴、高評価、コメントをいただきありがとうございます。あざっす。それではまた次回お会いしましょう。最後までのご視聴ありがとうございました。どうなっちゃうんでしょうね。 KSP2 IP 買ってくれるところが出てくればいいんだけどね。